みなさん、こんにちは。オンラインフランス語学校、エンサンブルフランセ講師のレミです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。さっき友達から電話がありましたが、彼は免許証を取り上げられたそうです。大変です。まあ、スピードを違反したから当たり前と思いますが。さて、皆さん、彼は免許証を取り上げられたとフランス語で、しかも砕けた言葉で言えますか？ Il s'est fait sucrer son permis. 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 Se faire sucrer は話し言葉で取り消されるや取り上げられるという意味です。sucrer の意味は砂糖を入れる、甘くするですから、意味が全く違って面白いですよね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、エンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!